こんにちは。テンバーアカデミー、古木亮です。今日はテンバーアカデミーの Amazon サポートですね。その内容、どんなサポートをしているか、それについてお伝えします。まず、テンバーアカデミーのサポートはですね、マニュアルだけとか、あるいは本だけ見て質問ができないとかね、自分で調べろと、そういうのは一切ないです。なぜならですね、初心者の方が、ね、悩むところっていうのは、大抵マニュアルにしにくい部分、マニュアルになってるけどね、マニュアルと違うとか、ね、マニュアルに全く同じ、ケースが書いてないとか、いう場合に迷います。で、ある程度ね、経験積めば、あ、これは、まあ、ちょっと違うけど、この書いてあるのと一緒だねと、このケースと一緒だねと、あるいはこのケースでね、こうだったからちょっとこう変えればいいねというのが分かってくるんですけど、まあ、それが分かんないからこそね、初心者の方で、それが分かんないからこそ、お金を払っても、サポートを受けたいと、ね、情報が欲しいというのが、初心者の方です。ところがね、世のマニュアルとかね、世のサポートは、それぐらい自分で調べてくださいと、ね、あるいはね、役に立たないマニュアルで、意味のわからない回答をしてですね、まあ、とにかく手を動かせとかね、数をやれとかね、そういう、まあ、根性論に持ってっちゃうのか。そういうケースが多いです。まあ、テンバーアカデミーの私のサポートではそういうことは一切ないです。もう、普通に分かりそうなもんでも質問していただいて構わない。マニュアル、あるいは動画に書いてあることでもね、確認のため、これはこれと一緒なんでしょうか？ちょっと違うんですけど、違うと思うんですけど、全く一緒かどうかの確認です。そういう質問をしていただいても全然 OK です。なぜならね、実際に Amazon 輸出に取り組んでいただく、質問はですね、もうケースバイケースとしか答えられない質問が多いです。まあ、一般論で答えても役に立たないだろうなと。あるいはね、一般論のその質問の中に入ってない、この項目がわからないと答えようがないのになというのが多いです。だからね、実際に困ったこと、疑問に思ったことが出てきた時に質問をいただいて、それに答えるという形で進めていってます。例えば、悪い評価を削除する方法。ね。これはね、商品と納品した時の状態。それからね、販売価格。相手のコメント。これらを見ないと、判断できないです。で、これを間違えて初めに申請しちゃって、悪い評価を削除できないと、後から正しい申請がもうできないという仕組みになってますんでね。初めから、きちんと削除してもらえる理由をね、見つけなきゃいけない。書かなきゃいけないというのがあります。これはやっぱね、ケースバイケース、聞いていただきながらやるのが一番です。あるいはね、一般的には儲かる商品なんだけど、それは例外的に扱わない方がいいよと。または、一般的にはね、儲からない商品なんだけど、例外的にそれ儲かるんだというものもあります。やっぱりね、本や PDF にしたマニュアルだと、最大公約数的な答えを書かなきゃいけないと。その最大公約数の中から、これは例外だねとかね。あるいはこれは、これがベストだねというね、方法を見つけられるなら、もうすでにサポートはいらない。だから世の中にあるマニュアルとか塾はね、ほとんど、サポートがいらない人を対象にして初心者向けにしてるから、全く役立たないとか、成功率が低いというのが言えます。まあ、先日ね、ある方と話してサポートやりたいと。まあ、私のサポートにね、実績、あるいはノウハウを稼げますと言うんですけどね、まあ、再現率どれぐらいですかねと言ったらね、まあ、それは100人やればね、100人が稼げるというわけではないと。でも、10人の方は、私と同じぐらい稼げるというようなお話をしてて、まあ、10人でもね、世の中の、まあ、ノウハウとかサポートよりはいいと思います。まあ、ただ、それだとね、そもそもが、私は再現率低いんじゃないかなと思います。私が、目指しているというか、実際に心がけているのは、きちんと質問していただければ、サポートを受け続けていただければ、10人が10人稼げるようになると。まあ、あるいは、どうしても合わない人ね、私と合わないと。ね、あるいは、ノウハウが、そもそものノウハウが、もうどうしても無在庫でやりたいという場合では合わないと。まあ、そういうね、ごく特殊な例外を除いては、まあ、少なくともね、10人やれば、7、8人は儲かると。ね。
2、3人はどうしても合わないとかね、いうので脱落する人はいるかもしれないけど、普通に聞いてもらって実践してもらえば必ず結果が出るという形で教えています。そんな形でそこまで再現率を高めるにはマニュアルで終わりというわけにもいかないんですね。週ごとに、初めの4週間はね、週ごとにこのようにテーマを決めて、参考動画、ね、をお知らせすると。で、それについて質問していただいて、状態をお聞かせいただければ、それに対するね、動画を作ったり、あるいは、何千本もある動画、あるいは記事の中からですね、これ役立ちますからどうぞという形で、それを私が探してお見せするという形でサポートを受けていただいてます。今回のね、この Amazon 輸出マニュアルプラン、入会金3万3千円で1ヶ月のサポートがついてます。で、翌月以降はね、1万1千円の月会費かかりますけど、これについては、もういらないなと、ね、合わないなと思ったら、ご自分で、解除することも可能です。そんな形で、Amazon 輸出、例外的な、困りごとというかね、ケースになった時に、どのような、対応がいいのか。そういったのをね、なかなか正しい答えを知ることは、初心者の方に非常に難しいんでですね、その部分をクリアして、今年のホリデーシーズン、Amazon 輸出で稼いでいただければと思います。ご応募お待ちしています。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。